はい。おはみー、ミキでーす。皆さんおはようございます。オートポリスで、なんか九州のサーキットがあるやけど、オートポリスっていう、そのオートポリスで開催されるオールジャンルミーティングっていうね、ミーティングって初めて行くんやけど、いや、オールジャンルってね、なんかどんな車が来るのかっていうのがちょっとわからんね。オールジャンルってなんどんなロードスター、スポーツカーとか、まあ、どういう車、どういう系統の車がいっぱい集まるのかわからんねんけど、ちょっとオールジャンルっていう、まあ、オールジャンルミーティングに、ちょっと今日は、新しく納車したね。発信が恥ずかしい。110でね、行ってます。トヨさんね、スカイライン言った後、新しくお迎えした110ちゃんで行ってます。後日また新しく愛車紹介の動画を撮るので、皆さん楽しみにしていてください。いや、ちょっともうね、運転にね、ちょっと運転集中しとって喋るのがめっちゃ片言になっとうかもしれんけどごめんなさい。まあ、会場に向かってます。どうぞー。あ、オートポリスっぽいね。ちょっとこういう看板とかが、なんかオールジャンルミーティングって聞いとったのに、なんかちょっと入り口のおいちゃんからドレパのミーティングって、ドレパのイベントって聞かれたけど、どうなんね、どうなんやろうね。はい、ミーティング会場到着しました。イエーイ。はい、豊さんマーク2は並んどるんやけど、はい、ぐるって回ったらこんな感じです。ぐる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 、こんな感じでーす。はい。で、まあ、コロナ禍というのもあって、まあ、今回開会式とか閉会式とかがなくって、まあ、集合とか解散とかも、まあ、なんか入退場自由みたいな感じになるんやけど、ウィキさんは午前中ちょっとね、イベントにお邪魔するということで、はい、今回オートポリスに来ました。イエーイ。ビビッと。セダン系とか、まあ、なんか軽のカスタムカーとか、あとはね、一番ちょっとね、お気に入りのね、ちっちゃい車がね、ここに映るから、愛めっちゃ可愛い。とかね、まあ、幅広い車種が集まっとるんやけど、せっかくトヨさんは、イベントに来たけ、12時からね、オートポリスの体験走行とかをね、はい、イベントも楽しめて、オートポリスのね、本コース、本コースもね、体験走行できるということで、まあ、なんかね、二度美味しいみたいな、今日は一日になると思います。はい、それではお散歩していきたいと思います。ね、1列目の撮影をしょったんやけど、その時歩きようときにね、パッて目に入った、正面から見た感じがちょっとぺったんこで、ちょっとお餅っぽくて可愛いところがお気に入りポイントでした。見て、可愛いです。このフィルムとかも動画でちょっと伝わるか分からんないけど、フロントがね、なんかレインボーみたいな色がついてます。あ、なんか車によってはね、なんか似合う似合わんとかがあると思うけど、このね、ココアちゃんにはね、ぴったりなね、なんか雰囲気的にぴったりな感じなんで、いいね、おしゃんですよ。もともと軽自動車がフロントがね、ディスクブレーキで、リアがドラム式のブレーキになるんやけど、こちらのお車ですね、リアもね、はい、こんな感じで結構こだわってます。ウィキチャンネル。続けてですね、ウィキさんがかっこいいと思ったお車がこちらです。はい、ゴルフのこれは何型かがちょっとわからん、何年式のゴルフかがちょっとわからんのやけど、おしゃれにまとまってます。で、どこがおしゃれなのかって言ったら、このね、色味にホイールがね、めっちゃなんか見たことない、ウィキさん見たことないホイールなんやけど、こんな感じの
さっきねちょっと豊さんと話しとったらこれがねなんか OZ のホイールって言ったね。なんかこの黒っぽいさボディにちょっとね金と白をね合わせるっていうのがちょっとオシャンポイントですね。グッドドリンク買いました。イエーイ、見てめっちゃ映え。こっちがブルーレモンスカッシュ映えです。はい、でこっちがトヨさんがバナナジュース買いました。バナジュース、バナジュー、いただきます。ウィキチャンネル。ブルーレモンスカッシュめっちゃ美味しい。なんかブルーやけちょっと青なんかなと思うかもしれんけど、まあ、紫色と黄色みたいな感じで、下が黄色じゃない、下がレモンのねなんか粒々が入っとってめっちゃ美味しい。すっきり飲めます。そんなにね炭酸は強くない。乾杯。はい、おしゃれなゴルフ5発見しました。イエーイ。でね、もうなんか全体的に見てめっちゃおしゃれなのはもう見ただけで伝わってくると思うんやけど、一番すごいなって思ったのが、はい、ズン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 、はーい、これはねロールバー半端ないね。めっちゃ何点式かな。ビビッと、まあゴルフがドイツの車なんやけど、ドイツの車にベーベーす、はい、ドイツのホイール入ってます。ボディのカラーと合わせてセンターキャップのね色とかもね結構合わせてておしゃれポイントが高いです。コースデビュー、コースデビュー広っあ、ここに信号があるよね。ビビッと。意外とね一周結構長い感じ でなんかね豊さん曰く路面が結構荒いみたいでタイヤが減りやすいんかな、ここで走ったら。なんかタイヤカスは持って帰りませんはい、じゃあ今回の動画は、オートポリス、大分県にあるオートポリスにて、オールジャンルミーティング、そして、本コースの体験走行をしました。イエーイ。まあ、元々イベント参加予定で、まあ、行ったんやけど、体験走行もできたっていう、まあ、ちょっとね2度美味しい体験でしたね。はい、何バチバチに決まったお車とかもあって楽しかったです。今回のイベントが開催2回目の開催やったみたいで、1回目が、雨やって、で2回目でやっとこのね、おおすごい2回目でやっと、まあ、こんなにねイベント日和な天気でね開催できたということで、もうねめちゃくちゃ楽しかった。うんまあね、もうめちゃくちゃ楽しかったです。充実してました。はい、じゃあ最後にこの動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントたくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。おつゆきでした。またね、バイバーイ。広いな。ねえ。こんな広いん。
でもこれすごいスピードで走るってなったら結構難しいよね。あースピード乗るもんね。これがブリッジってやつ、うん、橋ね、そのまま。そう